トヨタカスタマイジングディベロップメント株式会社トヨタカスタマイジングディベロップメントはトヨタ自動車グループの一社トヨタや日野自動車の特装車事業を手掛けるモータースポーツやカスタマイズパーツの TRD やモデリスタも同社が所有するブランドである TRD は同社の展開するブランドレーシングカーの開発やレースで培った技術を活かした トヨタ車用のチューニングパーツの製作、販売を行っている。商品の販売は、トヨタディーラーや、トヨタモビリティパーツ、有名、カーショップなどを通じて行われる。前身は、トヨタ自動車販売のツーリングカーレース用車両の開発を行っていた、トヨペットサービスセンター特使開発部。レース活動休止により一旦解散された後、 1975年にトヨタスポーツコーナーの略称であるトスコデポを設立し、1976年よりトスコを TRD に改称してブランド展開を開始した。2008年10月にカローラアクシオ GTTRD ターボを発表。2010年4月に同様のコンポーネントを流用したカローラフィールダー GTTRD ターボを追加で発表した。 ビッツレース用のコンプリートカービッツ RS、TRD レーシングに代表されるコンプリートカーなども製造している。東京オートサロン2011にオーリス RS をベースとしスーパーチャージャーや空力パーツなどを装着したコンセプトカーアワーゼ GT コンセプトを展示し話題となった。この車両の開発を生かしたパーツアワーゼ TRD パフォーマンスラインが発売となった。 今まで TRD ではカスタマイズパーツの設定がなかったが2011年8月 ISF の一部改良に合わせてレクサス向けのパーツを初リリース。このパーツ群は CCSP と呼ばれ ISF のポテンシャルを TRD の技術力でさらに高めるハイパフォーマンスパーツパッケージである。2012年1月発表の DS、2012年10月発表の LS。 2013年5月発売の新型イズにも設定され、レクサスディーラーオプションカタログにも掲載されている。2011年9月、TRD は2012年ビッツワンメイクレイスのベースモデルとなるビッツ RS レーシングを発売した。2012年1月にトヨタ86をベースとしたコンセプトカー 86TRD パフォーマンスラインコンセプトを 東京オートサロンにて発表。この車両に装着されているパーツのほとんどが市販される。同年10月に2013年7月から開催予定のナンバー付けワンメイクレース画像レーシング 86BRZ レース用のベース車両86レーシングを発表した。この車両はエアコン付けの専用ベース車両に同社が専用ロールケージ。 専用エンジンオイルクーラー、専用 FR ディスクブレーキダストカバーブレーキダクト、専用フロアマット、牽引フック、四点式、シートベルトを仮装した車両である。レースのレギュレーション案は、画像レーシング 86BRZ レースの公式ホームページにて発表されている。2014年10月に、 トヨタテクノクラフト創立60周年記念車として86をベースとしたコンプリートカー 14R-60 が100台限定で発売された。この車は2013年の東京オートサロンに展示された 86TRD グリフォンコンセプトの開発で培ったノウハウを凝縮して作り上げた究極の86とも言える車である。この他 IQ86 ビッツの GRMN バージョンの開発にも携わっている。1980年代以降、日本国内とアジア地域におけるトヨタのレース用車両の開発、製造、メンテナンスの最大拠点となっている。ルマン24時間レースに参戦したグループシーカーや、全日本ツーリングカー選手権全日本、GT 選手権などのレース車両を開発し、スーパー GT では、 トヨタスープラレクサス SC430、レクサス RCF レクサス LC500、トヨタグレインスープラと連なる GT500 クラス用車両を供給している。GT500 とスーパーフォーミューラのエンジン開発も並行して行っている。ワンメイクの入門カテゴリーとして、スターレットカップ、フォーミューラトヨタ、ネッツカップを企画、開催している。ラリーにおいても、 TRD BITS チャレンジ、TRD ラリーチャレンジ、TGR ラリーチャレンジ、TRD ラリーカップを模様しており、ビッツ s や86のワンメイク車両の開発、販売も担当している。日産自動車におけるニスモとは異なり自社チームでのスーパー GT 参戦は行っていないが、自社で独自に開発車両並びにテストチームを保有しており、開発車両で スーパー GT の合同テストに参加する。レース車両の開発は2019年以降湘南テクニカルセンターに置かれている。2019年以前の開発場所である横浜本社は前身の特殊開発部時代にトヨタ自販系ワークスチームの拠点として綱島の愛称で呼ばれた。一方で全日本ラリー選手権や日本スーパーラリーシリーズには TRD 自らがチームを 組織して参戦している。同社横浜本社にあるレーシングカーのレストア工場及び保管倉庫。トヨタ自動車の歴史的価値があるレーシングカーのメンテナンスや保管を行うための施設で通常は一般公開されていない。しかし年1回程度隣接するトレスサ横浜のイベントで公開されることがある。北米 TRDUSA が トヨタの北米レース活動の拠点として活動している。前身は1974年に設立されたトムスの現地法人トムス・オブ・アメリカで1979年に TRD がアメリカ進出に伴い買収し、その後トムスの100%子会社となった。インサ GTP、デートナ24時間、バハ戦パイクスピークヒルクライム、カートと R でタイトル、 総合優勝を経験した後、現在はナスカールマシンやラリーカーなどの車両開発、供給を行っている。救助者などの特装車も手掛ける。日本や欧州の TMG との人事交流等は行われているものの、基本的に TRDUSA が独自に開発を進めている。日本同様、TRD ブランドのチューニングカーパーツに加え、ピックアップトラックや SUV に オフロード向けチューニング間の TRD プロが存在する。東南アジア日本に留学した経験もあるスッキポン、サミタ社により、1980年代にタイに TRD タイランドが設立され、東南アジアのレースへの参戦や、モータースポーツの振興に努めた。2007年、同社の80%出資により、タイに TRD アジアが設立され、 東南アジアのトヨタのレーシングカーや東南アジア船売車の TRD コンプリートカーの開発を担っている。トヨタテクノクラフトと TRD アジアが共同出資した TRD インドネシアも後に設立され各国でのモータースポーツやカスタマイズ文化に貢献している。2016年から日本の TRD と協力してアジアクロスカントリーラリーに参戦中。 タイを中心にビオス、カローラアルティス、ハイラックス、ヤリスなどのワンメイクレースも主催する。モデリスタは同社の展開するブランド。エアロパーツやアルミホイールなどのドレスアップパーツの製作、販売を行っている。商品の販売はトヨタディーラーやトヨタモビリティパーツなどを通じて行われる。ありがとうございます。